次は明けの明星さん、お次はというかお一人目は明けの明星さんです。ありがとうございます。健さん、ありがとうございます。ください。ありがとう。今回のサイン会の当たりは割とレアだと思う。全部で3個とか2個とかしかない気がする。次は勝也さん、ありがとうございます。
ーピーさん、ありがとうございます。キノピーさん、ありがとう。さん、ありがとうございます。マップーさん、ありがとう。栗田さん、ありがとうございます。いつもありがとう。またお話ししましょう。ありがとうございます。SK さん、ありがとうございます。SK さん、ありがとう。いらっしゃるかな、受け取ってください。ありがとうございます。いや、ケンタさん、ありがとうございます。正気さん、ありがとうございます。正気さん、正気さん、ありがとう。受け取ってください。すごい、なんかショールームがクリスマス仕様になってる。次はシンゴさん、2枚ありがとうございます。ありがとうと、いつもありがとう。受け取ってください。ありがとう。次はスノーヒル和義さん、スノーヒル和義さん、ありがとうございます。ありがとう、はじめまして。ありがとう。メリークリスマス。ちょっと一日遅いけど、はい。お次は大好きよしとさん、ありがとうございます。こちらこそ見ててくださってありがとう、嬉しいです。
け取ってください。次は高幸さん、ありがとうございます。次はたこ焼きクラゲさん、ありがとうございます。柴田さん、ありがとうございます。柴田さん、柴田さん、ありがとう。ちょっとこれはちょっとコメントには触れないでおきます。受け取ってください。次は T 原田さん、ありがとうございます。 T 原田さん、さっきの僕はクマ、君は誰って書いてた。で、原田さん、クマだよ。ありがとう、こちらこそありがとう。受け取ってください。ありがとう。次は電化会さん、ありがとうございます。なんかあれだよね、クマとか描き出したらクマ描きたくなるし、猫描き出したら猫描きたくなって描いてた。原画会さんもありがとうございます。次はドラの世話人さん、ありがとうございます。
次はとも先輩のことが好きさん、ありがとうございます。正解なんてないよねって書いてる。だんだん多分瞑想してきた頃ですね。ジャークリン、最高に楽しかった。ありがとうございます。私も参加できて嬉しかったです。次はトリケロさん、ありがとうございます。トリケロさん。受け取ってください。いつもありがとう、見ててくれてありがとう。はい、お次は鳥さんさん、撮ってください、いつもありがとうございます。この文章はだいぶね、だいぶ瞑想してるので、ちょっとあまり映さないでおきます。ありがとう。お次はなおフロム北海道さん、ありがとうございます。なんて書いてたかな。朝自分じゃない誰かになったらどうしますかみたいな。次は沼さん、ありがとうございます。沼さん、沼さん、ありがとう。見てるかな。はい、次ははじめさん、ありがとうございます。ありがとう、気取ってください。ひらがなのあが好きって、私の文字の書く文字の話。嘘、そんな特徴あるかな。次はハッシーさん、4枚かな。ありがとうございます。4枚のハッシーさん、4枚。
公演楽しかったって、ありがとう、嬉しいです。4枚、1枚、2枚、3枚、何枚これはちょっと活動1ですはちょっとレアですね。1枚足りん、何枚足りてた、よかった、レアですね、初めて書いた気がする、受け取ってください。次はハローサンタさん、2枚ありがとうございます。ハローサンタさん、私は最近というかちょっと前なんですけど、魔法少女マドカマギカをずっと見てなくて一気にした来年の抱負は何にしようかな。ですね、2枚ありがとうございます。来年の抱負はどうしようかな。次はヒサシャン、ヒサシャンありがとうございます。スラムダンクは見たかなって、まだ見てないの。お母さんからもね、この前また聞かれた、うん、ちょっと前にスラムダンクは結局まだ見ないの、母のおすすめです。圧がかかってきた、10年間ぐらいずっと圧をかけられてるんですけど、まだ見れてない、ちゃんといずれ見ます。ひさしゃんありがとうございます。おすすめなの、次はひでえのひでさん、3枚ありがとうございます。3枚ありがとう。私も1年どうもありがとう、こちらこそありがとうございました。3枚ありがとうございます、受け取ってください、言ってくれてありがとう。次はヒデキンガーさん、ありがとうございます。ヒデキンガーさんすごいね、本当に出席番号名前順になったんだね。23日のチャーテル最高でした、お送りもありがとうね、ありがとう、本当にありがとうございます、受け取ってください。次は
リンガさん、リンガさんありがとうございます。リンガさん、リンガさん、本当そうだね、名前じゃ分かりやすい、皆さん皆さん、ね、分かりやすいよね、すごく。あ、もうすぐだ、ありがとう、見ててくださって、受け取ってください、こちらこそありがとう。次はふかれんちゃん、ありがとうございます。ふかれんちゃん、ありがとう。髪を褒めてもらえた、やった。お次は藤原雅之さん、ありがとうございます。藤原雅之さん、お次はプラザ48さん、ありがとうございます。2枚、出てくれて受け取ってください。マッコリさん、次はまふみさん、ありがとうございます。まふみさん、みはるさん、ありがとうございます。みはるさん、感謝です、いつもありがとう。みんなもよろしくね、よろしくね、ありがとう、嬉しい。次はもっくんさん、ありがとうございます。お母さん、もうありがとう、受け取ってください。次は山井さん、ありがとうございます。
ありがとう、ようこそキョロランドへ。全部参加してくれるの嬉しい、待ってます。次は山ちゃん、ありがとうございます。出席、なんだっけあれ、なんだっけあれ、出席、え、なんかあったんよね、学校で。はい、元気ですっていうやつ。出席取りますか。3枚のいつもありがとうございます。受け取ってください。次はゆういちさん、ありがとうございます。ゆういちさん2枚ありがとう。次はゆうきあきかさん、ありがとうございます。ゆうきあきかさん、
28日会いに行きます。楽しみましょう。3枚ありがとう、受け取ってください。次はリプシーさん、ありがとうございます。リプシーさん、りょうくん、ありがとうございます。りょうくん、いつもありがとう。こちらこそ、こちらこそありがとう、受け取ってください。次はるいさん、ルイさん、ありがとうございます。ルイさん、こんにちは。ルイさん、受け取ってください。ありがとう、なんかね、ありがとう、ありがとう、見ててくれて嬉しい。次は佐藤さん、ありがとうございます。佐藤さん、はい、佐藤さん本名ゾーンかしら。お父さん、おはよう、撮ってください。そして山口さん、山口さんも、おやすみ。山口さん、受け取ってください。そして宝田さん、またまた難しいお漢字でした。宝田さん、受け取ってください。難しい漢字の名字ってなんかかっこいいよね。私、自分が原田なので憧れます。原田さん、受け取ってください。あら、ポッキーさんだったのね、かっこいい。はい、ということで2時間目は以上になります。次は4時間目と5時間目かな、ので来てくださる方はまた後ほどお会いしましょう。皆さん、届きますようにということで、ではまた後で。ありがとうございました。シンジさん、私シンゴさんって書いてたみたいごめんね、ちょっとごめんね。シンジさんだよね、ごめんなさい、ごめんね、シンジさん。
はい、ということでごめんなさい、以上になりました。ありがとうございました。また4時間目お会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。